バカ全員集合がっつり関西。今回向かったのは和歌山県の北部にある加賀。目の前に広がる紀淡海峡はマダイをはじめさまざまな魚が狙える一級ポイント。この豊かな漁場でこれからハイシーズンを迎えるあのターゲットを狙うのだ。皆さんおはようございます、南千尋です。さあ今日はですね、和歌山県は加賀の方にやってきております。私もちょっとやってみたかった釣りに挑戦できるということで、とっても楽しみにやってきました。それでは今日一緒に釣りをする方をご紹介します。こちらの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回釣りを教えてくれるのはオーナーバリ船フィールドスタッフの曽我部さつきさん。さまざまな船釣りに精通し、女性フィッシング協会のオーガナイザーも務めるガチンコ系釣りガール。曽我部さん、はい、今日のターゲット何でしょうか。今日は食べて美味しいカワハギ。カワハギ、はい、もうね、釣るのも楽しいですし、うん、食べるのも楽しいですよね、はい。で、私カワハギ釣りちょっとやったことないんですけども、うん、難しいですか。今年はよく釣れてるので、はい、もう本当初心者の人とか、うん、もうこれから始めたいなって思う人でもおすすめの、はい、釣りになってますので。そうなんですね、はい、一緒に楽しみましょう、ね。はい、でサイズとかも結構大きいものも釣れるんですか。うん、そうですね、まあ、今ちょっとシーズン走り、うん、シーズン初期なので、はい、またちょっとちっちゃいものから大きいものまで、はい、尺サイズとかも連日上がってるので、もしかしたら見れるかもしれない。夢の尺カワハギ尺カワハギをね、はい、ちょっと釣るのも目標にしながら、はい、今日はね楽しんでいきましょう。頑張りましょう、はい。今回お世話になるのは和歌山加賀から出港する遊漁船三宝丸。紀淡海峡を中心に四季折々さまざまな釣りをサポートする人気の遊漁船です。船を走らせることおよそ20分、友ヶ島を望む紀北沖が最初のポイントです。じゃあね、ちょっとポイントにつきましたけれど、はい、早速使うタックルと仕掛け教えてください。はい、はい、竿はカワハギ専用竿、だいたい 1.8メートルぐらい前後かなと。で、まあ、小型両軸リールに、P0.85 巻いてます。はい、カワハギの繊細な当たりを取り効率よく釣るためには先上しで感度の良い専用ロッドがおすすめ。そして釣果を大きく分ける仕掛けは、で仕掛けが、新たに発売されたオーナー針の仕掛けです。はい、まず私が今つけてるのはこの青の早掛けタイプ。早掛けタイプ、はい、針が細くってあのカワハギの口の中にかけるっていうイメージなので、吸わせタイプですね。はい、でもう一つがワイドタイプ、針の形状が少し外向きで太軸になってます。でリーダーの感覚、青の早掛けは底狙い、そこ、はい、でこっちの赤のタイプは広範囲に、はい、ちょっと浮いてるカワハギとかを狙う時とかなので、あのそれぞれ感覚と針の形が違います。なるほど。だからまずあの朝とか低下性の時は早掛けから始めて、はい、でだんだん硬化性になってきたなと思ったら、うん、口先にかけてこっちのタイプ使うと。なるほど、はい、餌は釣り具店で販売されている加工済みのアサリを使います。これがカワハギの好物、はい、ということで、じゃあ付け方をちょっと教えてください。はい、まずは水管を通します。うん、水管にかける、はい、でここがベロ、ベロって言われるところを次通します。で最後にカワハギの大好物の肝、この黒い部分、黒い部分に針先が行くように。針先出す人もいれば隠す人もいるので、はい、ちょっと状況に合わせてやりましょう。はい、はい、こんな感じでギュッと、おこんな感じです。はい、準備も整い、いよいよスタートフィッシング。もう基本的にはそこに一回落とします。はい、水深はどうなんですか。何メートルですかね。29メートル、だいたい30メートルぐらい、うん、で、はい、初めての人とかどう誘っていいかわからないなっていう時は、はい、もう基本的にそこトントン、うん、こんな感じ。なるほど。でカワハギにアピールします、はい、上手に食べさせる方法は、はい、少し止めの間を作る。あ、もう今当たってるんですよ、うん、心の中でも当たってる、当たってる、分かりやすいですよね。これをトントントン、
透明のままつく。おお、当たってますね。当たってましたね、今。来ました。あ、来ました。はい、いました。何でしょう。何でしょう。何が出るかな。何でしょう。カワハギです。早速。やったやった。はい。こんな感じで釣れました。一頭目から本命のカワハギをゲット。魚の活性は高いようです。じゃあこれちょっとちっちゃいんでリリースします。リリース、はい。バイバーイ。あ、泳いできました。泳いできた。かった。で、今かかったじゃないですか。はい。カワハギは一匹一針。一匹かけたらもう新しい針に変えます。はい、針が鋭くかかりやすいんですけど、はい、うん、その分細いのでスパンって切れたりとか、針が折れちゃったりとかするとすごいもったいないので。もうなるべく針は新しいのに変えます。で、付け替えるとき必ず針を上向きにつけます、はい、こんな感じで替え針が楽々交換できる。本当だ、すぐですね。すぐになります。じゃあまた早速やっていきます。はい。で、針は3つついてるので、はい、3回当たりがあったら餌はないと思ってすぐあげます。はい、結構早く動かすんですね。これまだゆっくりな方で。あ、喋ってたら当たりますね。ね、このね、もう一個叩きって言って、はい、そこについた状態で、うん、トン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 って、シェイク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 で、じらして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 で止めた時に食わせの間を。本当だ、今止まった時に。そうなんです。当たりましたね、はい、ピタって。叩き釣りの基本はまず底を取り、糸をたるませたり張ったりと竿を小刻みに上下させてカワハギにアピールします。誘いの後はたるませた状態で食わせの間を作り、当たりがあれば竿をゆっくり上げる引き合わせで針にかけます。こんな感じでじらして、止めて、お、来た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 。今めっちゃ分かりやすかったです。シェイクシェイクシェイク。そう、折るかなーで引き合わせして、うん、はいはい、でそのまま巻く。で、一定のスピードで巻くことによってバレにくいので。へー、はい、来ました。ちょっとサイズアップ、サイズアップしました ねよし。吸い込みタイプなんで、はい、しっかり口の中から。あ、本当ですね、はい、しっかりかかってるので、これだったらバレないですね。はい、はい。カワハギの反応は上々。着底させて誘っていくと手元に伝わる明確な当たりが出ます。またまた一頭一匹ですね。ずっと釣れます。早速私も釣りやっていこうと思うんですけど、はい、曽我部さんが使ってる仕掛けと一緒のもので大丈夫ですか。南さんには、はい、今日初めてカワハギ釣りするということで、はい、おすすめなのがこのワンデーコンプリート、早掛けタイプとワイドタイプの針、2種類がワンセットになったタイプです、っていうので使い分けができて、なおかつ替え針もついてます。セット、はい、これを選んでいただけたら初心者の人でも分かりやすいかなと。なのでこっちをちょっと使ってもらおうかなと思います、はい。この日は当たりも多く、カワハギビギナーの千尋ちゃんにはうってつけのコンディション。まずは1投目、はい、行きます。はい、まずは底を取る。だいたい30メートル前後で止まると思います。はい、止まったかな。止まりました。止まったら糸ふけを取って、張らず緩めず で、おお、来た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 。開始早々いきなりのヒット。今の聞き合わせです。そうです、そうです。折るかなーで。なるほど。あ、結構すぐ当たりましたね。当たりましたね。着底してすぐ。はい。お、大きい、ダブル。ダブルダブル。いいですよ。上げて上げてください。いきなり。いいじゃん。釣れましたね。釣れましたね。結構いいサイズなのかな。ダブル。よりはね、うん。いきなり初カワハギでダブルヒット。ダブル。難しいイメージのあるカワハギ釣りですが。基本さえ覚えればこの通り。しかしちょっと油断していると、あ、もう全くない。ほら、当たりが出てなくても全く。魚は上手に食べてます。うまいこと食べられてる。
餌取り名人との駆け引きも楽しいカワハギ釣り。竿先に全神経を集中して当たりを見極めます。あれコツコツしてる。おお来た来た、おお来てる来てる。ついてるかな。おカワハギ、おおめでとうございます。ありがとうございます。針が結構いい感じにかかってますね。がっつり入ってますね。細じこなんでしっかりカワハギの口の中に入ります。ねえ、これだけねしっかりかかってくれてたらガラス心配もないですね、うん、おー来た。おいいんちゃいます。結構引いてますね、うん、ちょっとサイズアップしました。おいい、いいサイズ。上がってくるカワハギも少しずつサイズアップ。さらにおお、ダブルダブル。こんなこともあるんですね。2匹ついてる。当たり多くて楽しいですね、うん、面白いですね。お、いいサイズ。私らあのサイズあれ釣らなか、うん、釣らなね。あと1匹ぐらい大きいの釣りたいですよね。うん、尺、うん。周りでは大型のカワハギが続々と釣れ始め、夢の尺カワハギのチャンスタイムです。来た来た来た。今結構いい時間帯かもです ね。今周りの人たちも釣れてるんで、うん、カワハギは群れでいるので釣れてる時に落とせば順番に当たりが来てくれます。かわいいサイズ。順調に当たりを取り釣り上げていくのですが、2人にかかるのは手のひらサイズのカワハギばかり。まあね、平均的なサイズ。私たちには、はい。今回のがっつり関西は和歌山・加太沖でベストシーズンに突入したカワハギ釣りにチャレンジ。おー来た。おちょっとサイズアップしました。おーいい、うん、おーおーダブルダブル。大型のカワハギもポツポツと釣れ始め活気づく船内。果たして夢の尺カワハギをゲットすることができるのか。来ました。おー来た。どうですか感触は。アビレージ、はい、おお釣れました。いいね。結構ね周り大きいの釣ってるみたいですけど。そうなんです。私たちだけなぜかサイズがね伸びないですけど。そうなんです。どうしたらいいんですかね。ちょっと、はい、今聞いたら、うん、誘いは静かめの方がちっちゃいのが先に来るから、うん、ガツガツ結構誘うと、うんうんうん、だから誘いはコンパクトにして、うん、大きいあたりを待つみたいな感じで。あそれをちょっとやってみようかなと思います。ちょっとね数はいっぱい楽しいぐらい釣れたんで、ね、あとは ね。おー来た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 。これはいいんじゃないか。ゆっくりでいいですよ。これは結構引いてますよ。おこれはいいんじゃないか。ついに言ってたら夢の言ってたら夢の尺カワハギ。あでも結構重いですよ。あ、大きい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 よ。やったー、いいサイズいいサイズ。尺にはまだまだ届かないものの、この日初の20センチオーバー。おっしゃー。ちなみに初釣りですよね。初釣りです。いや私こんな大きい子を履き釣ったの初めてかも、うんうんうん、ね、ステイして、うんうん、ずっとこうやって止めてて、そうしたらガシガシガシって当たり来てグーンって入ってました、ね、そう。だから多分誘いはゆっくりの方が多分大きいの釣れるのかもしれない、うん、言ってたら来ましたね。今からもっとどんどん頑張りましょう、はい、ちょっと今当たりあるんですけど、はい、かかりが悪くなってきたんで、うんうん、より針先が鋭い SP タイプっていう貝針があるんで、はい、ちょっとこれで試してみようかなと。上がりも良くなる、はい、のでちょっと試してみましょう、はい、仕掛けにも最善の注意を払い、なんとかサイズアップを果たしたいところですが。来た来た、大きそうです。すごい大きいのがラッシュ来たんでそれに乗りたいな。おお、すごいレアな魚釣れた。こうして多彩なゲストフィッシュと出会えるのも楽しみの一つ。おお来た来た、おーいないいない、いいサイズ。
これはいいんじゃないか。大きそう、さっきより大きそう。ステイして置いてたら、うんうん、突然来ました。おー、でか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 、おー、でかい、やばい大きい、サイズアップ釣れました。めっちゃ大きい、さらにサイズアップ。今ちょっとずっと竿を置いたままにしてたんですよ、うんうんうん、そしたらゴン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 って来て、ね、来てくれました。お、結構当たりすごかったです。どんどんサイズアップしてますね。ねー、これどれぐらいでしょうね測ってみましょう、うん、おお、これサイズ25ぐらいですか。 25.5 かな。 25.5、 おー、あと5センチあれば100でしたけど、うん、まあ、でもね、だんだんサイズアップしてますね、うん、いいサイズ。まだでも、うん、今日30センチ以上上がってますからね。あ、そっか、まだまだ上がいる、はい、まだまだ上がいる。わ、船はポイントを移動して友ヶ島周辺へ。そこには岩場があり、尺カワハギの実績があるポイントです。これステイさせてたら根がかりしとる怖いですね。ね、ちょっと荒いんですね、うん。大きな見た来たよ。お尺ではなもう完全にカワハギマスターしましたねカワハギ、はい、かわいいサイズどうですかね。もうバッチリです。サイズも釣ってるし数も釣ってるし、これでちょっとプライベート来たら ね完全マスターできるかなって。おー、来た来た来た。結構大きそうですね。結構叩いてる、うん、あの磯あって引っかかった瞬間に結構強い引き。カワハギかな。あ、いいサイズ、うん、いいサイズ。尺はない釣れましたね。釣れました、ちょっとなんか親子みたい後ろに泳いどったんかな、ね、でもこれ曽我部さんにとっては今日一のサイズじゃないですか。そうですね、ね、ちょうど磯回りだったんで、うん、あ、引っかかったかなと思って取れた瞬間にガツガツっと来てくれた、磯回りについてたんだと思います。基本も動かさずにゆっくり、うん、落としてステイさせてた感じですか。やっぱりそうですね、今日のパターンは。両肩ながらまたしても30センチには届かず、残り時間もあとわずか。最後まで望みありますから。ありますよね尺のカワハギどんな感じなんやろう、うん、お、来た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 、おお、いいサイズかもしれない、いいサイズかもしれない、いいサイズでしょ、それはいいサイズだと思う。今までにない強い引き、ついに尺カワハギか。え、カワハギかな。いいサイズ、いいサイズ、い、大きい、大きい、上がってきたのは間違いなく強一サイズ。本当にステイさせてたら、うんうん、ドンドンドンって重みが来て、手合わせたら来てくれて、いや、駆け引き楽しんでましたね。楽しくて笑ってしまった果たして夢の尺越えとなるか。おお、27、おお、日本、あと何センチ肝もパンパン、うん、ね、これ絶対料理したら美味しいですよ。その後も時間いっぱいまでカワハギのスリリングな当たりを堪能し、この日はストップフィッシングとなりました。もう一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日私ね、カワハギ専門で釣るのが初めてだったんですけど、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。もうね、カワハギの当たりっていうのも後半になったら、うん、これカワハギっていうのも分かってて、でもそうそう、復習がてら、はい、で またねプライベートで楽しみたいなと思います、はい、しっかりカワハギの虜になりましたねねえ、これからの時期も釣れるんですか。これから11月、12月、また冬も楽しめるの で、今からもっと釣れるんじゃないかなと。そうですね、はい、釣って楽しい、うん、食べて美味しいカワハギ、はい、ということで、すごい今日は楽しかったです。よかったありがとうございます私も楽しかったです。はい、新鮮な魚を味わうのも釣り人の特権。ちひろちゃんも絶品のお造りを堪能しました。せーの、がっつり。